京都大学の坂井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、私の方からは今京都大学で、MOOC スポックがどのように、行われているのか、行われてきたのかという、現状と、あと将来の展望について少しお話しさせていただきたいと思います。で、これまで、MOOC に関して京都大学がどういうふうに、やってきたかというところをおさらいしておきたいんですけれども、2012年、まずはMOOC 元年と呼ばれる、年でして、コーセラ edX などのプロバイダーが設立された。で、その1年後にですね、edX から声をかけていただいて、京都大学が、MOOC を、行うということを決定した、 edX に加盟したということです。で、1年かけて、この時は OCW を担当していたチームが、講義ビデオの、制作などを担当していたんですけれども、2014年の4月に、一番最初の、MOOC が、開講いたしました。で、その次の年、2015年の4月からですね、我々のセンターの方で、MOOC の、制作や運用を担当するということになって現在に至っております。で、2015年から、文科省からですね、ICT 利活用に関する、プロジェクトということで、予算をいただきまして、4年間のプロジェクトとして、この MOOC を推進してきたわけなんですけれども、今ちょうど3年目なんですが、この経費がですね、期間経費化といいまして、来年度以降、定常経費として、京都大学が、その予算を得るということになりましたので、今後、MOOC の、制作がですね、恒常的に行われているような状況になりました。で、また京都大学としても、MOOC であるとか OCW の取り組みを、やっていくということがですね、中期目標などに書かれております。総長が出しております、将来構想にも書かれておりますので、大学としてもこういった MOOC の、取り組みを推進しようということで進めております。で、この今やっているプロジェクトをごくごく簡単に紹介しますと、今まで OCW や MOOC、LMS 等ですね、学習システム、学習サービスをやってきてはいるんですけれども、これがバラバラになっていると、それぞれ独自に行われてきていた。で、我々は MOST というですね、教育実践を可視化するというようなプロジェクトをもう8年ぐらいやってきているんですけれども、そういった取り組みが独立して行われてきたというところを、実践を真ん中にしてですね、緑の三角を真ん中にして、それをその周りをそういった教育システムがつないで有機的にこう展開していこうと、教育改善などを展開していこうと、そういったプログラムになります。で、現在京都大学はこの12の MOOC が公開されております。で、総受講者数はこの1月で15万名を超えたところでございます。で、いくつかですね、特徴的な MOOC について紹介させていただきますけれども、最初に出した MOOC が上杉教授によるですね、生命の科学という授業ですけれども、この授業の特徴は15週間のフルのコースを出したということで、それとですね、最大の特徴は左上の写真にありますように、最初から大学の中の普通の通常の講義と組み合わせた形でですね、反転授業として、反転授業の素材としてもデザインされてきたということがこのコースの特徴です。で、さまざまな取り組みを行われておりまして、優秀な学生を1週間京大に招待したりですね、右下のドッキリカメラといいまして、アポなしでその受講者の一人に会いに行ったということを、ユニークな取り組みをされている講義でございます。で、2年目は上杉先生の授業が、これ再開講、2年目再開講したのに加えて、山際総長ですね、総長は学内で授業を持たないんですけれども、総長が授業を出したということが、一つの大きな特徴になっておりまして、この授業に関しても、その授業の中で出された課題、これは霊長類にはないその人間が固有で持つ特徴を挙げて、その特徴を明らかにするための研究プロポーザルを作成しなさいという課題だったんですけれども、そういった課題を6週間の授業の中に埋め込みまして、優秀な課題を提出した学生4名をですね、オンラインでプレゼンテーションさせて、この2名がやはり1週間京大に招待されたというような取り組みもやってまいりました。
でこの年には、この四角で囲んでいる4つの授業なんですけれども、京都大学でですね、我々のプロジェクトとは別に、このトップグローバルユニバーシティプロジェクトという、これはあの海外の大学とのデュアルディグリーとかダブルディグリーの、推進をするというプロジェクトなんですけれども、そのプロジェクトには4つ大きな分野がありまして、人文社会、医学、化学、数学の各分野から1つずつ4週間から6週間の、短い MOOC を、海外の学生をこう獲得するために出していただいているというような取り組みもやっております。で実はこう12の MOOC を出してますけれども、そのうち8つはこのグローバルユニバーシティプロジェクトからの講義となりますので、約3分の2はこういった全額のプログラムと提携しながら MOOC を出していっているということになります。で3年目もこんな感じで、青いのはセルフペーストコースといいまして、ある期間中コースをオープンにしておいて、受講者はその中でいつ授業を受けてもいいというタイプのコースなんですけれども、多くの先生がこう2回目3回目の授業を出していただいているという状況です。で今年はですね、もう泣きそうになりながらやってるんですけれども、今この赤いところですが、これだけの10以上の MOOC が出ていると、多くは再開校なんですけれども、新しい講義もいくつか出しているといったような状況です。でこれまでのその京大の MOOC に関して、いくつかあの効果がありましたので、その何点かについてだけ紹介させていただくとですね、まず1点目が海外学生獲得の可能性ということで、今あの一番最初に出した上杉先生の、 あのドッキリカメラの彼女ですね、あの彼女が今大学院、京大の大学院生として実際に京大で学んでいるといった事例がございますけれども、今後もですね、こういったあの海外の学生を獲得するためにこういった MOOC を使っていきたいなというふうに考えています。でもう一つはその学内でのその MOOC の利用ですね。これも上杉先生の授業は反転授業としてデザインされていましたけれども、それ以外にも例えばディスカッションのその元のですね、あのレクチャー部分を MOOC のこの週のこのビデオを見てくださいというような形で活用されている先生もおりましてですね、そういった形で学内の講義とのこの連携というのも今後進めていけたらなと考えております。で MOOC に関してはほとんどの先生がオンライン授業を作ったことがないという方ですので、オンライン授業を作るということ自体が授業改善の機会になっておりますし、そこにあの制作にこう手伝いに来る TA の大学院生がいるんですけれども、彼らにとってはその特にあの京都大学っていうのは卒業生が大学の教員とか研究者になる、そういった場合が多いですので、そういった若い人たちの教育訓練の機会になっているというような効果もございます。で、もうあの12の講義が出てますので、大学としてはそういったMOOCの実践の前例がたまってきた。で、我々スタッフとしてもノウハウを蓄積しつつあるというような効果で、今後もMOOCを制作し続けようと考えております。で、最後はですね、あのこの次のスライドから説明するんですが、学内向けのオンライン環境をやるためのですね、下地ができたというのが一つ最後に挙げておきます。で、スポック、ここに来ておられる方ってスポック聞いたことある方ほとんどだと思うんですけれども、そのMOOCと同じような環境を使って学内にオンライン講義、オンラインの教材を提供していくというような、そのような仕組みのことです。で、コアラというふうにありますけれども、京大にはですね、LMS はパンダと呼ばれてまして、英語の教材の配信システムはゴリラと呼ばれていましてですね、それにあやかってこの学内のスポック環境はコアラというようなシステムを今密かにですね試行中でございます。でシステムをオープンエデックスというエデックスと同じシステムを学内に導入しまして、それをシステムの導入をした後にいくつか先生に協力いただきまして、この国際政治経済学という授業はもう11月に7週間の講義として、これはこの授業経済史という
学内の授業を受けている受講生だけにオープンにして、その授業の一部で使っていただいたという事例です。で、右側はこの3月の終盤ですね、終盤にオープンしようかと思っているんですけれども、この医療統計の授業に関しては事業の中に閉じるんでなくて一般にも公開しようということで、今このコアラの一般公開というのをその準備をしている最中です。今日紹介できないんですけれども、間もなくオープンになるよう準備をやっているところです。で、これ最後のスライドになりますけれども、今後の課題といいますかね、その課題についていくつか紹介させていただきます。で、まずはそのオンライン教育というもの自体がですね、まだ学内に浸透しておりませんので、これからこういったその MOOC の実践事例とかですね、 SPOC の実践事例などを使って学内の先生方により広く知ってもらうような活動をしていくというようなことが一つ目の課題です。で、これまではそのMOOCにしてもSPOCにしても講義単体でですね、オープンにしていくという場合が多かったんですけれども、今後はその複数の講義のまとまりを一つのこの教育プログラムとして出していくようなことも必要になってくるかと思います。これはLXではマイクロマスターズっていう枠組みがあるプログラムがあるんですけれども、それはですね、大学院の初年次のいくつかの単位を入学した後に読み替えてくれるというようなですね、素晴らしい取り組みがあるんですが、そういったことにもつながっていけたらなというふうに考えています。で、そういうふうなことを進めようとすると、学内の教育制度、例えば単位の読み替えとかですね、そういった制度も変えて同時に変えていかなければいけませんので、その MOOC だけの話ではなく、そういった教育制度などとも、緊密に連携しながら、進めていくということが必要になってきております。で、次は質の高い講義をどのように維持していくか、開発していくか、その質の維持向上というのが、どのオンライン講義もそうなんですけれども、特にその正規の講義で使うとかですね、将来的に単位に読み替えるといった時には、そのクオリティコントロールというのが一つ大きなポイントになってくるということになります。で、その中ではそのオンライン授業の質だけではなくて、対面の講義との組み合わせですね、反転授業をやるときにどういうふうにオンライン部分を作るかとか、そのような、対面の授業との連携も考えつつ、講義全体をデザインしたりする必要があるのかなと思います。で、最後は一番最初に述べた我々がやっているプロジェクトの目的でもあるんですけれども、他の学内の教育システムとの連携ですね、住み分けとか連携とかという言葉が当てはまるかと思うんですけれども、テクニカルにはそういろいろとですね、このツール間の、インターオペラビリティっていうんですけれども、そういったシステム間をつないでいくというようなことに加えて、どういうプラットフォームをいつどこで使うかとかですね、そういう利用場面なども考えつつ、SPOC であるとか MOOC であるとか、そういったものを今後開発していけたらなというふうに考えております。私からは以上です。ありがとうございました。